はい、こんにちは、116ウィンズです。昨日パドレスとの三角トレードの中でジョイ・ルケーシーを獲得したメッツ、昨日上げた動画の中でポーター GM はやらかしたけれどもトレードに関してはうまくやったという話をしたんですが、なんとポーター GM トレードの翌日に解雇されることとなりました。ことの発端は2016年、ポーター GM がカブスに在籍していた時の話となるんですけれども、女性記者に対して嫌がらせのメールを送っていたらしく、相手が無視しているにもかかわらず62通ものメールを一方的にどうも送信していたようなんですね。で、送信したメールの中には男性の局部が写っているようなメールも含まれていまして、かなりひどいメールをその女性記者に送っていたようですね。で、その女性記者の方はポーター GM のことが怖くなってしまって、現在は記者という職業からも離れてしまったそうなんですが、まあ、今回これをすっぱ抜いたのが ESPN なんですけれども、記事を読んでみますとなかなか生々しくて、これはひどいなと思わざるを得ないような内容でした。で、 ESPN はこの件を2017年の12月には把握していたらしく、そこから綿密な取材を重ねてポーターが GM のポジションについて、で、しかもリンドアのトレードなど一定程度成果を残してきたタイミングでの爆弾投下となりました。今回の件に関してはこのオフからメッツの新しいオーナーとなったスティーブ・コーエンも激怒していまして、まあ、彼はオーナーである前にメッツのファンでもありますので、この怒りはある種当然だとは思うんですけれども、ポーター GM を解雇したことを自らのツイッターで最初に発表するなど、この件に関しては相当怒っていたんだなということが分かりましたね。しかし突然 GM が解雇となってしまいましたので、今後のメッツの補強戦略にももしかしたら影響が出てくるかもしれませんね。それにしてもポーター GM は昨年の12月の13日にメッツの新しい GM に就任したばかりでしたので、 GM に就任してからわずか37日で GM のポジションから解雇ということになってしまいました。カブス時代はエプスタインの右腕として大変活躍していた方で非常に優秀な人だったそうで、で、実際今回 GM に就任してからメッツにフランシスコ・リンドアですとか、さらに昨日のジョイ・ルケーシーのトレードでもそうでしたけれども、ここまで成立させた2つのトレードに関して非常にうまく立ち回っていたなと思っていただけ、今回のスキャンダルは本当に残念でなりません。本人はメールを送ったことは認めましたが、局部の写真に関しては自分のものではないという、まあ、釈明なのかどうかもよくわからないようなことを言っていたそうなんですけれども、せっかく能力があるにもかかわらずこういった形でそれを不意にしてしまったのはなんとももったいないですよね。 MLB もこの件に関してもしかしたらこれから調査するかもしれないと言われていまして、ポーター GM すでにメッツの GM から解雇となっていますが、 MLB から職務停止処分を言い渡される可能性もあり、今後他の球団のポジションに就く際に MLB に対して復帰の申請が必要になるかもしれないと報道されていました。ということで、ある種メッツの不祥事とも言えるような出来事が起きてしまいましたが、ただここ2年間ほどのメッツはなぜか選手や立場のある人間の不祥事がちょっと相次いでいまして、すっかりお騒がせ球団だなという印象が個人的にはついてしまったんですが、ここ2年間メッツに降りかかった出来事を今回は振り返っていきたいなと思います。まずは2019年5月に発生したセスペデス牧場でイノシシと格闘ということで見ていきましょう。セスペデスという選手は MLB 通算165本のホームランを放っている、まあ、MLB の中でも名の知れたスラッガーの一人なんですけれども、2018年に両かかとの手術を受けた影響で2019年も開幕から出遅れるという状況になっていました。で、順調にいけば年内のどこかで復帰できるはずだったんですけれども、セスペデスは牧場を保有しているんですが、その彼が保有する牧場に野生のイノシシが侵入したらしく、セスペデスに対して突進してきたそうなんですね。で、セスペデスの牧場にはそういったイノシシ対策として落とし穴を数多く用意していたそうなんですけれども、イノシシから逃げる際にセスペデス自身が落とし穴にはまってしまって、その際に足首を骨折してしまいました。あまりに意味不明な怪我ではあるんですが、この件でセスペデスは2019年シーズンを全休せざるを得なくなってしまいました。怪我からの復帰を目指しリハビリ中のはずが、こういったわけわからないことで大怪我を負ってしまったため、メッツはセスペデスに対して契約の見直しを持ちかけまして、当初セスペデスの2020年シーズンの年俸は2950万ドル、まあ、30億円を超えるような年俸だったんですけれども、これが2350万ドル減給となりまして、2020年シーズンのセスペデスの年俸はたったの600万ドルとなってしまいました。メッツ側の怒りが伝わるような契約の見直しとなりましたね。そんなセスペデスのわけのわからない怪我から8ヶ月後、今度は就任したばかりのカルロス・ベルトラン新監督が辞任せざるを得なくなってしまいました。ベルトランは2019年の11月1日にメッツの新監督に就任したんですが、その約2週間後に
アストロズのサイン盗み問題が報道されまして、でその中にはメッツの新監督に就任したベルトランが中心的な役割を担っていたと報道されていました。でその後1月に MLB の調査報告書が出たんですけれども、やはりそこでもベルトランがかなり中心的な役割を担っていたことが記載されていたため、メッツそれからベルトラン双方合意の上、彼は監督を辞任することとなりました。監督としての在任期間は73日、メッツでは1試合も指揮を取らずに辞任ということになってしまいましたね。現役時代メッツで活躍し、また若手のお手本のような存在でもあったことから、そういったところを買って監督経験はおろかコーチ経験すらなかったベルトランをあえて新監督に据えたメッツでしたが、まさかここまで裏目に出るとは思ってはいなかったでしょうね。まだまだ続きます。続いてはセスペデスバックレルということで見ていきましょう。またもセスペデスがやってしまったことではあるんですが、昨年ようやく MLB 復帰を果たしプレーすることができていたセスペデスなんですが、ただ開幕8試合で打率1割6分1厘と不振に陥っていました。1年以上も実戦から離れていましたので、なかなか調整が追いついていない部分もあったんだと思うんですけれども、ただセスペデス8月2日の試合に何の理由もなく球場に姿を現さなかったんですね。当初現場のチームやまたフロントに関してもセスペデスがいなくなった理由に関して全く把握していなかったらしく、セスペデスが行方不明であるという報道が出るぐらいの大騒ぎとなってしまいました。その後セスペデスは代理人を通じてコロナ感染の懸念から2020年シーズンの出場を辞退すると表明し、本人が危険にさらされたとかそういったことではなかったのは良かったんですけれども、バイトでたまに見るような MLB 選手のバックレ事件となりました。そして最後は比較的最近の話題、昨年11月のロビンソン・カノーの162試合出場停止ですね。昨シーズン2020年シーズンのカノーは49試合の出場で打率3割1分6厘、 OPS も8割9分6厘とメッツに移籍した2019年シーズンと比べて短縮シーズンではありましたが、かなり良いパフォーマンスを残しまして、カノーまだまだやれるじゃんと思った矢先に禁止薬物の使用で162試合の出場停止となってしまいました。なので来シーズンは間違いなく試合に出ることがないこのカノーなんですけれども、あの復活は薬物のおかげだったのかよと思わざるを得ないようなタイミングでの薬物使用が発覚してしまいました。カノーは2018年に1度目の禁止薬物使用で違反がありまして、この時はパフォーマンス目的ではなく治療のために使用して、でその際に禁止薬物の一覧をよく確認していなかった、まあ、ある種事故のような出来事であると説明していたんですけれども、今回2回目の禁止薬物使用が発覚しましたので、1回目に関しても本当にそうだったのかなと今となっては思ってしまいますね。メッツとしても昨年の可能ぐらいのパフォーマンスであれば十分戦力になると考えていたと思いますけれども、こういった形でいなくなってしまうのは想定していなかったでしょうね。ただ不幸中の幸いと言っていいのかは分かりませんが、出場停止期間中年俸は支払われませんので、カノーの来期年俸2400万ドルがメッツのペイロールから浮きまして、そのおかげで先日のフランシスコ・リンドアの獲得が実現したという側面もありますので、これに関してはメッツにとって悪いことばかりではなかったのかもしれません。ということで、ここ2年間メッツに関してはいろいろな出来事が起きているんですが、これに加えてさらに今回のポーター GM の解雇ということで、ちょっとメッツ不憫ですよね。セスペデスの件はまあともかくとして、大体はフロントとしてはちょっと防ぎようのない不祥事ですから、ただただ運がないと言いますか、外れくじを引かされ続けているなという印象ですね。メッツは今回の件で GM のポストが空きましたが、少なくともこのオフシーズン中新しい GM を見つけることはないと編成トップのサンディ・アルダーソンが言っていましたので、次回はこういった問題のない GM をなんとか選び抜きたいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。